皆さんこんにちは、 DK です。今日は、クワガタカブトムシを捕まえるための、仕掛けを作りたいと思います。では早速なんですけど、パンティーストッキング買うときめちゃくちゃ恥ずかしかったです。で次にジッパー、これに、餌を入れて、混ぜます。でバナナです。今じゃ定番ですね。で最後に、焼酎です。このまま飲みたいんですけど、今日は、仕掛けを作るために使います。まずこのバナナをジッパーに入れたいと思います。バナナです。あ、いい匂いがしますね。ちょっと一口、めちゃくちゃ美味しいですねバナナ。何本ぐらい使ったらいいかちょっとよくわかんないですけど、ちょっと細かく切って、あ、2本ぐらい使った方がいいかな。こんな感じでバナナをジッパーに入れました。これにこの焼酎混ぜたらいいかな。焼酎を入れます。空気を抜いて、混ぜます。2つ作りました。2仕掛け分ですね。で、インターネットとか、まあ、YouTube で見たりしてたら、これにイースト菌とか入れて、何時間か寝かしたりするんですけど、私はちょっとそういう時間がないので、ちょっとオリジナルの方法を今からやりたいと思います。イースト菌を入れて冷蔵庫で寝かせるよりも、私は、クーラーも何も入ってないこの蒸し暑い部屋で、この焼酎入りのバナナを、蒸します。蒸すというか、腐敗させたいと思います。すぐ腐敗するかどうかわからないんですけどね。今日の夜に仕掛けに行きたいと思っているので、それまでまあなるべく室温の高い部屋で、まあ、腐敗させて、それから仕掛けたいと思ってます。これが私のオリジナルの方法です。室温の高い部屋で、腐敗させるですね。これは、あ、クワガタや。今仕掛けをしようと思ったらクワガタを見つけました。やっぱいるんやろうな、この辺。クワガタがいるということは、あ、おる、ここ。これクワガタか、これ。2匹ぐらいなんかおる。あ、違うかな、あのクワガタもどきか。これはクワガタに似たやつかな。あ、なんか、あ、これゴキブリや。ゴキブリがおる。クワガタと思った。あ、でもここ昆虫がいるな、これ。でっかいクモがいます。でっかいクモだ。あ、これ絶対クワガタいるはず。ここに仕掛けをつけようかな。よし、ここの木に決めよう。はい、バナナ焼酎トラップを仕掛けて1時間半くらい経ちました。早速見ていきたいと思います。何もついてない。
この周りにもいないっすかね。あー全然仕掛けに何もいません。木から離したのがいけなかったかな。あー残念だな。時間が早すぎたかな、それともたまたまいないのか。うん、この木ですね、最初にあのバナナ焼酎トラップをつけるときに、あのココア、あココアじゃなかった、クワガタのメスを捕まえた木なんですよね。たまたまいました。だから他にも個体がいると思うんですけども、いないか。あーいないっすね。よし、気を取り直してもう一箇所行きます。この木に確か仕掛けたんですよね。この木の裏か。先ほどのナメクジがまだいますね。でかいな。はい、バナナ焼酎トラップ。ああ群がってるのはでっかいアリだけです。クワガタカブトムシは全然いません。ダメだったかな。ムカデもいます。この後ろとかおらんかな。いないっすね。一匹ぐらいいるかなと思ったんですけどね。あー残念。いないかな。あ、またこいつだ。クワガタモドキ。うわ、めっちゃでかい。なんじゃこのナメクジ。こんなにでかいっす。私の指より長い。うわ、でかい。うわ。触ると縮みます。ナマコみたい。食べれんのかな。お、あ、これ珍しいですね。ちょうどこれ今これ孵化したばっかりのセミですね。わかりますかね。これ多分孵化して間もないセミですよ。わ、綺麗ですね。緑色、薄緑色っていうんですかね。これは、あ、またクワガタモドキか。これ触ったら臭いんですよね、なんか。やばいっすね。そこ多分イノシシがいます。どこにおるやるか。そこ、そこいますよね。あ、イノシシがいます。ちゅうかこの至近距離で現れたらマジやばいっすね。今。現在私の周りをおそらくですね、イノシシがぐるぐる回ってますね。さすがにイノシシには勝てませんね。
やべえ、どっかその辺をブスするんです。捕まえてしなべんしたいとこですけど、逆にやられそうですね。イノシシに気をかけながらクワガタを探してます。まあ、クワガタだけじゃなくてカブトムシを探してるんですけどね、全然いませんね。いや、一匹ぐらい捕まえて帰りたいっすよね、マジで。この白色ライトの下を調べたらもう帰りたいと思います。危ねえ、イノシシが私の周りをぐるんぐるん回ってましたね。遭遇したらやられるとこでした。こういないよな、落ちてないよな。だいたいこういうあの白色島にカブトムシとかクワガタが集まってくるんですよね。いないか。お、これは、あ、見つけた。うわ、最後の最後でやっと見つけた。でもメスですね。これは多分ノコギリクワガタのメスかな。ちょっと背中が茶色く見えますね。うわ、やっと見つけた、嬉しい。これで虫かごの中はオスが2匹とメスが2匹になります。合コンやな。今日取ってきたメスのうちの1匹はなかなか動きませんね。死んでるんかなと思ったけど生きてますね。びっくりしてるんかな。もう1匹の方は元気がいいですね。動き回ってます。なかなか動きませんね。